よろしくお願いいたします。みんな大好き西野七瀬さんの魅力を語ろう。今まで350現場行くほどのアイドルオタクですからね。この今で4日間で喋り続けるけど大丈夫ってこと、ね、いや無理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 。元メンバーでして、2019年の2月のラストライブまでアイドルされていて、乃木坂の絶対的エースでした。まあ公民の教科書にも載ってますからね。いや載ってないよ。次にね話したいのがこれ大事、西野七瀬さんのセンターまでの奇跡ね。おお、これは話しがいがある。なるほど。これセンターの奇跡を話すには多分西野七瀬さんと秋元真夏さんとの関係性を縦軸に話した方が多分いいと思うんですよ。おう、秋元真夏さんっていうのはオーディション合格からすぐに学校が芸能活動を認めてなくて活動休止になったんですよ。へえ、早々によ。すごいね。そして活動休止から1年後芸能活動をできるようになって、乃木坂も上り調子、4枚目のシングル制服のマネキン選抜発表、秋元真夏さん活動ができるんでスタジオに見学をしに見に来てたの。で緊張の中選抜者の名前が発表されていきます、2列目、秋元さんの名前ズドン。秋元さんにカメラビシッ。バナナマンさん勝手ながら秋元真夏さん、スタジオ異様な空気、ドラゴンボールでいうところのピッコロにあのもじゃもじゃがかかるみたいな感じね。全然わかんないです、すいません、まあ、そんなねサプライズ発表があったんですよ。いやこれほんとサプライズよね。そうなんよ、もうみんななんかええみたいな、1年間休んでた人がね急にパッてなるのすごいね。おいいね、今いいアシストしたよ。ありがとうございます。西野ニセさんになりました。やった。徐々にね7までねいけますから頑張れ。頑張ります。そんな秋元真夏さんのある種のシンデレラストーリーの中で西野七瀬さんが関わってくる。どういうこと？その秋元真夏さんが入った2列目のポジションはもともと西野七瀬さんが担当してた場所だったんですよ。おでそこで押し出される形で西野七瀬さんが3列目に行っちゃったんですよ。あーなるほど、降格しちゃったわけね。そうで今まで休んでた人からポジション取られ、そりゃ人間何かしら思いますよ。確執も生まれてきますよ。でも誰が悪いってわけではないんですよこれは。おうそう、これはもういろんな意味で本気だった、みんなが。ああだから仕方のないことだった。でも起きてしまった事件で、その収録終わりで西野七瀬さんはそのまま大阪に帰ることまで考えたんです。あらだいぶこうダメージを受けてましたよね。でね、初めのうちは他の1期生とも壁があった秋元真夏さんなんですけれども、その素晴らしい人間力でですね、みんなどん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 徐々に仲良くなって、まあ、今じゃもうキャプテンになるまで信頼を得てるんですけれどもね。だけど西野七瀬さんとはそこから1年間寝てもう目すらも合わせられない関係性まで冷え込んでいったんですよね。これはわだかまりできるわね。しかしここでセカンドイヤーズバースデーライブで事態は変わっていきます。ほう、突然西野七瀬さんのナレーションが入ります。あの時言えなかった言葉でこの曲を始めたいと思います。真夏おかえり、一緒に頑張ろう。そして制服のマネキンが流れ始めます。西野七瀬さんは思ってたんですよ、この確執は私が子供すぎたことが原因によって起こったことだったって。どう？いやもう感動ですね。いやいい人やね、そう思えるのがすごいね、西野さん。でナレーションからもう涙腺崩壊する秋元真夏さん、その近くにね居合わせた西野七瀬さんが抱きしめるっていう。いい話やね。でね、そのライブ後初めて2人はツーショットを撮るんですよ。おお、うん、完全和解ですね。そうで後に語ります、秋元さんはその2人で撮ったツーショットが今でも大切な宝物だって。おお、いや本当人生でかけがえのないこう友達をね、そうそうそうできたっていう感じですよね。だからあれだよね、孫悟空とベジータみたいな関係だよね。わかんないけどそうなんでしょうね。一回敵対した二人が共に地球を守るために戦うみたいな。なるほどね。そう、最強のも関係になってそうね。そうそうそう。でそのライブの後に8枚目のシングル気づいたら片思い、西野七瀬さん初めてのセンター。おお。そっからセンターの覚悟を見せる、世界一のバンジー、マカオタワーからのバンジーで覚悟を見せて、西野七瀬というセンター像をそれ以降日本中に見せていくことになるんですよね。なるほど。いやだから僕は言いたいんですよ、そのセンターに駆け上がるまでの過程、
西野七瀬さんはアイドルの成長ストーリーとしても最高を提示したアイドル史に残る一人だと僕は思うんですよね。なるほど、うん、いやセンターまでの過程が非常にドラマチックやね。そうなんよね、うん、だからね僕ね思うんですよ、坂道グループってこう壮大な歴史ものにも近いなと思ってて、ほう、人と人が絡み合って紡がれたストーリー、それが面白いんですよね。なるほど。いや例えば西野七瀬さんのセンターストーリーもそうですし、乃木坂さんでいうところの乃木坂2期生の話、これも4日間話せますし、長いね。例えば欅坂さんでいうところの、まあ、平手さんの話、これも4日間話せます。日向坂さんでいうところのひらがな欅時代の苦労の話とかもこれ4日間話せます。何日いるのよ。面白い坂道グループは。なるほど、ね、素晴らしいエンターテインメントですよ。いや西野さんにこんだけストーリーがあるってことは、やっぱ他のグループとかね、うん、他のメンバーにもそれぞれ奇跡っていうものが多分あると思うよ。うん、じゃあそれをこれから20日間かけて今から喋ります。いやもう大丈夫です。もうね、はい、お腹いっぱいです。はい、この話が終わりです。いやもう終わりですよ。もう西野さんいいでしょ。いやいや待って待って、俺次まだあるから。いや、あの乃木ビンゴの乃木ルームでこう大きなイチゴを食べた時にぐちゅっていうことがあまりに恥ずかしくてずっとツボに入る西野七瀬さんと斉藤飛鳥さんの話が。いやもういいよ。いやいや、もう今のでいいでしょそれ。いやダメだよ。いやもういいよ。いや長いよ。いやいや待ってよ。いやもうあなた西野ゼロ戦になりましたけど、いいですか。もう全部下がった、もう終わったよ。じゃあもうそれでいい。いやもう西野何戦でもいいわ。じゃあ、うん、あなたが西野ゼロ瀬さん、僕が西野18万7千さんね。どんだけ上がってんだよ。まあ本人超えしちゃったけどね。はなくりこチャンネルということでね、まあ長々しく話していきましたけれども、僕が言いたいことはですね、やっぱアイドルオタクは楽しい。それは対象がアイドルじゃなくても家族、彼氏、彼女、ペット、みんな愛するものいるじゃないですか。黒田君でいうところの茂木健一郎さん。いやいや愛してないよ。茂木さん愛してないから。モギオタじゃない。モギオタじゃないよ。なんだモギオタって。あ、博士太郎さんか。いやいやいや、博士太郎さんも愛してないし、髪もじゃもじゃ人ばっかり愛してないよ。あ、そう、うん、直毛ゆえに、直毛ゆえにもじゃもじゃ推しじゃないって。もじゃもじゃ憧れみたいな、ないないない。もじゃもじゃ坂46。なんだその坂。その対象を全力で推すこと、それに興味を持つことって、ものすごく自身の人生を豊かにする、これを伝えたかった。まあね、いやストーリーいろいろありましたからね。でしょ。確かにね。だから皆さん愛してください、いろんなものを愛してください。すげえ、ね、私についてきてください。私が出版する本を買ってください。いやいや、それはやめましょう。それはやめましょう。さすがちょっとです、いろいろ強いから。それは私が売る水を買ってください。いやいいいい、15万円するしこれ。ダメダメです。そう、という感じでですね、これからもね、いろんなアイドル話をしていけたらなと思っております。はい、十分伝わりました。はい、十分あなたが西野七瀬さんの好きなことは本当にわかりました。あ、本当。うん、うん、じゃあそんな感じで、タイガーファイバー、サイバーファイバー、ダイバーワイバー、じゃあじゃあな、お話でした。じゃあねー。じゃあねー。高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 OK ムーボー。